スガラムルディの魔女は2013年のスペインのホラーコメディ映画バスク地方のナバラ州スガラムルディに残る魔女伝説をテーマとしているバスク地方出身のアレックス・デラ・イグレシアが共同脚本と監督を務めバスク人のホルヘ・ゲリカエ・チェバリアがイグレシアと共に共同脚本を務めたウーゴ・シルバ、マリオ・カサス、イグレシア作品の常連であるカルメン・マウラなどが出演している 2014年の第28回、小夜賞では10部門にノミネートされ、8部門で受賞した。撮影は、ブランカニエ、衣装は、ブランカニエベスなどのパコデルガドが担当。編集は、パブロ・ブランコが担当。トロント国際映画祭のミッドナイト・マットネス部門に出品され、2013年9月14日に、トロントで初公開された。9月27日に、 スペインで封切られた。サンセバスティアン国際映画祭のアウトオブコンペティション部門にも出品された。ブルッセル国際ファンタスティック映画祭ではインターナショナルコンペティション部門に出品され作品賞を受賞した。第34回ファンタスポルトでは長編コンペティション部門に出品され特殊効果賞を受賞した。実際のスガラムルディ洞窟ホセは失業中のみであり。 妻シルビアとの結婚生活が破綻している。トニーも同じく失業し、さらに、紐相手の女に捨てられることを恐れている。二人は、ホセの息子セルヒオも巻き込んで、マドリードで宝石店強盗を共謀し、共に大道芸人に噴したまま、プエルタデルソル広場で警察と銃撃戦を繰り広げる。ホセ、トニー、セルヒオは2万5000個の金の指輪を強奪し、 偶然通りがかったタクシーに乗り込んで、警察からの逃走を決行する。三人は、タクシーの運転手マヌエル、たまたま乗り合わせた、バダホス男と共に北に向かう。スペインフランス国境に向けて逃走する途中、一行は、バスク地方の魔女伝説が残るスガラムルディという村に、たどり着く。怪しげなバルでは、女主人、マリチュ、その娘グラシと出会い、グラシを送ったでは、 暮らしの娘エヴァと出会う。彼女らは人間ではなく魔女であり、ホセラを捕獲してディナーのメインディッシュにしようとする。そこに刑事たちとシルビアが乱入し、魔女たちと人間たちの争いが始まる。魔女たちはホセの息子、セルフィオをイテニエとしスガラムルデの洞窟で母の復活を目論んだが、ホセに恋したエヴァが魔女たちを裏切ったことから形成が逆転。 母が暴走したこともあって、人間たちは洞窟からの脱出に成功し、また、魔女たちも人間界で暮らすこととなる。2014年2月に発表された第28回、小屋賞では、助演女優賞、編集賞、美術賞、プロダクション賞、衣装デザイン賞、メイクヘアメイク賞、録音賞、特殊効果賞の8部門で受賞し、さらに作曲賞、 撮影賞の2部門にノミネートされていた。なお、この年の作品賞、監督賞、脚本賞は、ダビド・トルエバ監督のビビール・エス・ファシル・コンドース・オホース・セロドスが受賞しており、ビビール・マイナスとスガラムルディの魔女は、主要部門と技術部門で賞を分け合う形となった。助演女優賞を受賞したテレレ・パベスは、バスク地方のビルバオ出身である。ありがとうございます。